警察の聴取、うん、なんか面談は受けてますって言ってます、本人は。受けてない、受けてない。こっちもさ、喋んなよ、マジ。クソ、ガキみたいなことしてる最中だ。恐喝、クレジットカード売買、キャッシュカード、そういった容疑がかかっていると。どうか使ってもいい。逮捕書出るの？出てないです。示談金を払ったのはで事故を起こして逃げてるよね。あとあとそういう関係で来るの親でしょ。だから俺がパクられてほしいならパクられるようにお前らが仕向けられるじゃん。とにかく話させてほしいって待ってます。喋ってないんですよ。昔の電話って自分から一回連絡するんですか？自分から一回連絡してみるんですか？ねえ、あ、この逮捕書出るわ。出てないですよ。テストらしいぞ。それは親が多分勝手に僕が連絡つかないで勝手に言ってるだけだ。家に来ても逮捕状って言ったんだよ。まあ昨日の話なんで逮捕状の請求まで来てて、県警から名古屋に依頼をかけてる最中らしくて。それだったらだって僕の番組に電話かかってくるはずですよ、警察から。だって警察知らんけど、警察全員知ってるんでそのまま絶対かかってくるはずですよ。俺それ知らんけど、お前は警察の電話しばりとかしてるから知らんけど、別に突き出すつもりないんだけど、どうかな、もう2回になるでいいやぐらい。まあ、もうはっきりさしてくれよ。強盗なんてしたことないし、これしてたらもう多分本当に送られてるはずなんよ。何が逮捕状出たのじゃ。逮捕状出てることすら知らないです。でもなんかやったんだろう、お前自身が。逮捕状出てるとしたらもう今の夜の仕事でしか逮捕状出ないですよ。今の仕事何やと、なんで防犯カメラでバレて、それのバレて、それって逮捕状出てるんだろうが分かるんですけど、それ以外は分からんすよ。恐喝は？あ、電話出る。なんかこっちでは恐喝やってた言って。あ、そっちの恐喝の件はだって別件？別件であるんですけど、それはもう警察と今電話でやってる最中に逮捕状になってるはずないですよ。任意の聴取呼ばれてない？聴取はもう毎回行った時に行ったんで関係ないです。なんかでも親が電話だったと思って、まあほっとけへんで、まあ一回と捕まえますわっつって、で今と捕まえたのお前来いよっつって言ったら、一回親と今電話しゃべれるか。いや今しゃべりたくないんで。だけどまあ俺らもほっとけへんやつな、お前今しゃべれたわ。まあ俺も知らん、今日興味ないし、まあ電話になってもいいけど、別にお前警察行ってほしいわけでもないし、警察の協力なんてするつもりねえよ。でも別にお前が逃げたいなら逃げへいいと思うし、逃げるって言ったらしてないことで、親が普通にそうやって警察に相談して逮捕状出してもらってるのです、頭おかしくなってますけど。いや俺も知らんけど、それ俺に言ったってしょうがない。まあそこは社長関係なんであれですけど、まあ、それやったら僕親とぶつかるぞ。まあでも親、俺電話取ったの？電話あります。何か取った？とにかく話させてほしいって言って。で、どういう件ですか言うたら、まあ、レンタカーの件も家にかかってきたみたいだし、その、今日。自宅なんかしそうです。万ぐらい立て替えて払ってるらしいよ。もしも。うん。それはいとこに、こっち車に、いとこと遊んでた時にかかってたやつかもしれないです。飲みに行ったり、いとこと飲みに行って割り勘つって。まあ、で、何、あの、桜井から2万も借りとんの？
それは返してるんです。あの前のとこから引かれてる水車。あ、引かれてる。はい、僕たちの分は全部終わって気持ちよく掃除もして出て行ったんですけど、こいつもまたこちょこちょこれがやったらしいじゃん。え、なんか行かないけど、はい、2人とで昨日行ったんですよ。まだこちょこちょ行ってるって言って、はい、怒られたし、またなんかあとなんかこちょこちょ行ったら責任持って確認しておきます。そこは終わってるはずです。そこはお前一緒に引かれてるはずなんで。今回のお母さんの話では、まあ恐喝、クレジットカード売買、キャッシュカード、そういった容疑がもうかかっていると。まあいわゆる関係者も全部弁護士っていうか、いわゆる闇バイトみたいな感覚。それも全部あれしてるっす。警察官つかんで、そこら辺全部僕指紋も全部取られて終わってるっす。それ何前か、うち働いた後は働く前っす。あ、そういうことか。そっからじゃあ警察に協力してないってこと？こっち来てから。いや、こっち来てからはもう全部あの電話でやってたんで、ビデオで、あのズームで顔合わせでやってたんで、取り調べ、こっちにいる限りは。警察と？お前の母ちゃんとちょっと喋ってねえもんね。昨日電話あったんだろ？昨日です。でもいいやって言って、親が喋って言ってるのが呼び出せよって言って。なるほど。もう一個喋らせないね。うん、もう今日喋らせない。ちょっとあんま時間ないんで。言わないんですよ。まあ話は。会社でやるとか、こっちもお前保証になっとるの。喋らんすよ、俺。一言に。喋らんじゃどうなんだろう。じゃあまず、後で連絡するんだけど、それだったら自分で連絡するんですよ。いや、こっちも親に頼まれてるやつだもんね、お前。儲かさればいいんだろう。それだったらもう、いい人やらせて、自分で使うんですわ。殴り合いでも何でもするんですよ、親と。こっち出るとこまで出るぞ。いや、お母さんとも動画に使ってもいいでって言ってるぐらいなんだろう。うん、なんか知らんけど、僕は僕も捕まってもいいんだけど、俺殺してもいいんで、もう そこまでするんですよ。じゃあぶつかるぞ、そこまで。いや、ぶつかるのはお前の勝手だもん、ぶつかりゃいいんだけど、うん、まあ、ちょっとスピーカーでかけますか。いや、俺喋らんすよ。うん、いや、親らの関係ないんだ。まあ、親が言っとるのが嘘なんだったら嘘でもいいやだから、それ知らんけど、まあ、お前で、なあ、もうお前が責任持って悪いことするのは悪いことしてるんだろうね。もしもし。あ、塗り替え道場の安井です。お世話になってます。はい、お世話になります。今、本人直接前にいてるんですけど、はい。まあ、あの、親とは喋らないとよ、と。うん、で、まあ、親が言ってるのは、まあ、嘘の部分もあるとこ。喋ってます。あ、スピーカーで話してるんで、声は聞こえてます。うん、うん、うん。はい。まあ、本人は親とは喋らないよと。うんうん。うん。で、警察の聴取とかは協力してますよと。うん、え、しない？警察の聴取、うん、なんか面談は受けてますって言ってます、本人は。受けてない。こっちも喋んなよ、マジ。クソ。手続き？ガキみたいなことしてる最中だから、連絡も取れないから、そういうことになってる。逮捕状が出とるんですか？いや、出てはないんですけど、まだ受理っていうか、その、検討中。いや、受理もクソも逮捕状検討してたらもう、パクられてる。バカ、交流受けてる。そういう問題じゃねえよ。そういう問題じゃん。お母さんがその、な、示談かなんか、シッかなんか払ってて何なんですか？あ、それは、その、事件の関係です。それはもう、終わった話？お前、それわかるの？それは、本人はわかるんですか？本人は知らんと。私らのことは終わったんだけど、捜査が終わってませんね。それはうちで働く前のことなんだ。じゃあそうです、はい、じゃあそれってさ、塗り替え道場で働く前のことさ、こっちにパクってくんね。いやいやじゃねえやろ。こっちが困ってるの。お前ら困ったかって関係ねえやろ。今写真出てくんねん。お前らゴミ親なんて言ったらさ、もう喋りかけてくんねん。うぜんだから。クソ親がっていうライン来るのに。クソ親や。何そのクソ親。クソ親や。いや、僕はお母さん、僕ちょっとわかんないですけど、はい、本人も、まあ、きちっと辞めてったもんで、はい、まあ今悪いことやっとるかどうかわからんけど、まあ本人の責任だもんで、まあほっとくのが一番いいのかなとは、僕も
まあ聞いてて思うんです。まあ僕安井からしかその内容聞いてなかったんであれですけど、うんうんうん、うん、まあ本人の責任、僕もそのまあ21人の時って悪かったから、はいはい、まあお母さんがどうしたいかわからないですけど、もう俺がパクられてほしいなら逮捕状今すぐ出してもらえよ、弁護士でも何でも通して。親が払ってくれたか、払ったか払ってないかすらもう僕知らない。それ示談しとんの？示談にしてることすら知らないです。あ？示談にしてることすら知らないです。それは知らんわな、お前の話に応じんねえ で俺はこちら話してない、警察って話に全く応じんねえで、全く知らないですよ。俺のせいでクソやねえんで、お前らは。今、僕も安井から聞いて、はい、もうこうやって本人を呼んでほしいって言われて、まあ僕も今一緒に同席してるんですけど、まあ社長の小林です、はい、すいません。はいはい。まあ、わかります。まあ僕はうちの会社辞めるって言った時点で、まあ僕の手から離れるもんで、はい、まあ無責任な言い方にはなると思うんですけど、うん、まあ悪いことやるのもいいことやるのも、まあ本人の自由じゃないのもじゃないですけど、まああんまり親が関わって、まあだから自分で責任持てんのならするな、まあでも悪いことってそういうもんですもんね。であとはもうパクられるしかないもんで、本人も親が支払ってきて金出されてもな、まあ、だって結局来るの後々そういう関係で来るの親でしょ。だから俺がパクられてほしいならパクられるようにお前らが仕向けられるじゃん。いや、仕向けっていう問題じゃないって。そういう問題。パクってほしいならパクってほしいなら、じゃあ警察に自分らで相談しろ。こっちの会社、辞めた会社巻き込むね。バカか、お前ら。いや、巻き込むも巻き込むも、お前が連絡せんでやろう。したくねえでやろう。バカか。こっちは今別に頑張ってんだよ、お前らと違って。だって、お前が連絡せんでやろうって。したくないだろって言ってるやろ。バカ。そうだ、そう。あ、多分前で待ってくれてます。来い。はい。だからもう、だから問題に、もう警察にも応じんってことやな。な、警察は応じてるっつってるバカか。応じてないって。応じてないでこういうことになってるの。タクシーに乗ってるんですけど、どうしたらいいですか。ん？タクシーに乗ってるんですけど。おー、それも。帰らせるって言われても、俺僕2日分の給料って感じ、それで払うようにして。あ、それもお母さんならで、まあ嘘ついて呼んでるけど。まあいいよ、出演料払ったらいいよ、タクシーでやるね。だけどお前、なあ、お母さんもはっきりさせた方がいいんちゃう。まあ分からないけど、俺も。いやもう、だからじゃあもう、僕親に言うっすわ、僕結論。あ、もうパクってほしいならパクってほしいで、そうやって言うよじゃん、警察に。そんでいいよ。まあ言う気には分かんない。パクってほしいならパク、パクってくださいって、親が言ってパクられる問題の話じゃない。なんか、あの、会社に来る前に問題を起こした話。悪いっちゃ悪いけど、まあな、お前も男張って悪いことやっておるんだったら、まあ親は。全部何もかも、ケツ拭かんと逃げるでやろ。だから全部警察の話起こしてる。お前は逃げるのも仕事だもんな。まあまあ言った方がいいけど。まあ、僕お母さん、僕もその、まあ今こうやって会社やって社長やってるんですけど。はい。そのまあ、僕も親がやっぱ心配性だから、まあ、いろんなこと口挟んでくれってあれですけど、まあ、分からんけど、まあ、何言ってもらわんもんな、俺は。いや、なんていうんですか、僕はその、お母さんがいいとか、まあ、心配なのは分かるんです。可愛いもんで心配なのは聞いとって、すごい分かるんで、だけど、まあ、年頃の子なんか、まあ多分、なあ、ちゅうか、まあ、まあ、うちの会社入っても、まあ、パワーはあるもんで、一生懸命やったと思うんですけど、まあ、結局、稼ぎが少ないで辞めたか、なんか知らんすけど、うんうんうん、まあ、悪いことやってでも、何やってでも、今、金稼ぎたいっていうのがやっぱ強いと思うし、うん、で、それで、まあ、周りに、なんか親とかには連絡来ると思うんですけど、いや、本人が泣きついてきて、払ってくれって言って、払ったって、いや、月々、ね、15万返済しますって言ってるやつを払わんってなんだら、まだわかるんですけど。いや、この、何、その、キャッシュカードを売り飛ばしたそういう事件の関係の、うん、
弁護士費用とかのそれの示談金を払ったのまで、はい、でこっちはこっちでまだあ車でに逃げ何事故を起こして逃げてるよね。人の家のそれ知らんってものをそういう保証とかも全部こっちが払って、うん、払ってるのにもかかわらずこっちにも連絡来ない本人から払ったの知るわけだから連絡せんでやろってこっちが LINE やら何やらしてるのに着拒やら何やらして着拒もそんねんけどな俺番号から時間かかってたねこれなんか処理かなと思うけど。お盆明けかな。盆の時はあれ市役所に行っただけなんで。合ってないか。合ってないんだ。どこに住んでるかもわからんし。知るわけない。お前らみたいなやつ。私らが払ってった金はどう保証するの？知らん。お前ら勝手に払ったやつ知らん。返していくっていう話はどこ行ったの？知らない、その話。毎月振り込むっていう話はどこ行ったの？払っていきますって言ったら紙を出せるじゃん。紙書いた、書いてないんだろ？紙書いてないで証拠もクソもねえやん。LINE あるやろ？知らないですよ。LINE か。証拠になるぞ、それ。LINE は。LINE の証拠。俺が払いますって言ったことがない。でも LINE で送ったね。ちゃんと払ってしますって言ったから、払わなかった。いや、俺、それは証拠です。うん、まあだからもう何もう逮捕してくれって言えばいい話なんかそれはお前らが逮捕してほしいんだら逮捕してもらえるようにしむけばいいじゃんそれを話してるんじゃん、うん、もう警察に呼ばれて言いますわ、まあ、その代わり出てきた時覚えとけよって話やでそう、親脅迫すんなよ。いや、親って嫌いだもん。僕の生き方全部否定されてきた。みんな年頃のやつはみんな親嫌いだけど、嫌いなのね。僕の生き方を全部否定してきた人らなんで。それは否定するだろうな、みたいなことしたら。肯定する親なら、逆にクソだぞ。ブルーやってこいって言えば、おるか。ちょっと申し込んでるよ。同棲するも専門、お前ひどくなってってるやろ。まず。別に自分がしたいことしてるだけないで、今。もう警察に言います、そうやって。勝手に言ってくれ。なるほど、お母さん、ほっとくのが一番いいと思いますけど、僕は、まあ、治らんと思います。僕も治らんかったんで。まあ、でも、治らんっていうか、もう、19、20歳ぐらいになったらちょっとずつ分かってくるでしょ。でも結構いい年までひどかったんで。いや、なんか僕も親もすごい真面目な方だったんですよ。うん、まあ今 YouTube にも出てるんで見てもらったら分かるんですけど、うん、その、お父さんもサラリーマンで、お母さんもまあ、サラリーマンで、うん、まあきちっとして多分、うん、私らにしたら親を頼って、たことがないからなお腹立つんやと思う。ああ、まあそうっすね。私、うんうん。なんか僕はまあ聞いとってもなんか、ああ、なんか、うちの親と同じこと言っとるなと思うんですけど。全く親にこういう心配、うん、心配じゃないけど、まあでも、その、なんですか、まあ、すごい ひどい言い方すると、うんうん、その、まあ別にお母さんも絶対間違ってないと思うんですよ。まあ、こいつが間違ってると思うんですけど、うんうん、そのなんか、まあ、この年で思うのはなんか、子供ってなんか親に迷惑かけてなんぼみたいな、なんかまあ迷惑かけろって言うんですけど、ああ、うん、だけど、まあ僕も、その時は、なんかようわからんと親がうるせえな、もういいわって、僕も実家にも帰らんとずっと外におったんですけど、鬱陶しいもんで、親が。うんうんうん、まあ今年になって、やっぱり40超えてから仲良くなったの。だから、なんつうんですかね。まあ、親は親だもんで、いつか帰ってくると思うんですけど、まあ、こいつも、まあ、責任持って悪いことをやるなら、
だけど変に周りがやっぱケツ拭いてかれたってまあ困るじゃないですか。うんうんうん。なんちゅうですかね。まあ難しいんですけど、まあまあに逃げて逮捕状出て、まあ僕これ逮捕状出とると思っとったんで、その安井から聞いとったらなんか逮捕状が出とるって聞いとったんで。ああ。だけどまあ、うん、まあ警察には突き出すつもりはなかったんですよ。もう今日会っても。うんうんうん。まあ話は聞いて、まあこっちがどうしたいかだろうし。なんか助けてきてくれ、助けてって言われや、なんか協力しちゃうこともあるんだろうし。なんか、まあ、わかんないっすけど、まあ、まあ多分、本人がやりたい放題したいって言ってたもんで、難しいよな。そのやりたい放題の内容にもよりますよね。僕も若い頃は、いや、それが男だと思ってたんで、まあ、こいつもなんか、それが、稼いでなんぼ、格好つけてなんぼって、まあ、じゃあ、まあ、まあ、この間も、まあ、動画に見てもらったら分かると思うんですけど、まあ、まだ、人の痛みが分かる年じゃないもんで、余計ですよね。まあ、別に、なんか、まあ、うん、まあ腹立つですよ僕だって。その会社にありがたみもないじゃないですか。うん、そうですね。使ってもらいましたってありがたみもない本人は。まあ今もないですわ。で今お金あげるで来いって言って、あの給料2日分残っとるで来いって言って。だからすんなり来るでしょ。まあそれ嘘ついて呼んで。うん、もう目に見えてるんですって。そういう話がうまい話があるとこうやって寄りつく癖。うん。うんうん、なんか知らんくせに久しぶりに話してるんですよ。まあ、痛い目見んと治らんすよ、これは。まあでも、まあパワーはあるもんで、なんすか、まあ、良くも悪くも、失敗するのも早いし、まあ一番ダメですね、パワーないですって、あの失敗もしへんし、成功もしへんじゃないですか。うんうん、もうとことんやり尽くして、まあ、検証行った方がいいんちゃうって僕は思いますけどね。ああ、なんていうかな、もう親も辛いだろうし、まあ、今僕が10年前の親を想像、20年25年前ですか、はいはい、親を想像すると、まあ、親も辛かったろうし、まあ、治らんというか、まあ、本人はこれが正しいと思ってやってることだもんね。治らんすわね。そうやね。まあ、これどんだけ言っても治らんと思います。僕ももう言うつもりもないし。うんうん。うん。もうちょっと今日、今言われたことやら全部、ちょっと警察に報告して。うん。うん。ちょっともう。私らに応じんのなら、ちょっと。うん。だからもう、あとはもう警察に勝手に好き勝手やってって、うん、うん。ほっとくのが一番いいと思いますよ。もう、言ったるのは言ったるんですけど。はい。うん。まあ、逮捕状が出てるわけじゃないですよね。そうやね。もう、とりあえず、もう毎日電話はしてたみたいなんですって、警察の方。あ、警察お前も。あ、最初ちゃんと連絡しとったんだ。全部今してますよ。調べには落ちとるんだ。で、今もしてるんなら、絶対、警察のあの担当の人から報告が来るし。だから昨日、おとといで全部報告、留置受けてました。昨日、おととい、はい、電話したの。いや、電話したっていうか、県警に呼ばれて行ってます。昨日、その、僕の警察署に行って。何しに行ったの？また違う県。警察署が僕の新しい住所知ってるんで、そこの近くの警察署調べて、そこに。お前、住所変更したの？してます。今。住所登録した。なんで？なんで前あの車を売るときに必要だったんで。その時に全部自分で出して調べに来たんか。やってきてそれで多分調べて全部出されてるんで。だから警察署行って全部やりました。警察で言ったのは私明日昨日なんですけど。いやだいぶ前から別件で来て。もうプリウスっていうのもう売ったんでしょ？そうですね。で、もう、その、そっちに行った段階で、車もあっち必要なさそうやで、もうこっちに置いていったらっていう話をしてたんですって。
はい。で、私が乗ろうと。はい。もうあっち行ったかって一銭も何も持たず行ってるだろうし。別にそんなガソリン代巻いて行けるような、ま、田舎じゃないし、あっちは町だろうし。そういう話もしてたのに、それも一切応じんかったし。応じるわけに、うん、今までの生き方に否定されてきたやつ。ん？え、自分の生き方に否定されてきたやつの言うことが聞きたくない。懐かしいよな。どうなんだろうな。まだほとんど年だろ、お前からして。ほっといてほしいです。まあ、ほとんど年って思いますよ、あの、お母さん。え？ほっといてほしいと思います。じゃあ僕みたいにこういう言い方してたら失礼なんですけど。え、ほとく？ほっといてほしいと思いますけどね。ほっとく、ほっといてほしい。ああ、ほっといてほしい。ほっといてほしいならこっちに振りかぶるようなことはするな。してない。まあ一生、してるで、まあ、電話くるやろ、うん。まあ一生親にはかかってくるんで、まあ知らんって言ってくれるのが、それにストレスは感じてほしくないですよね。悪いことやってるやつだと思ってる。けどまあ多分止まらないです。まあ多分、まあこうやって喋っとってもまあ半分そうだろうなっていうことばっかり言うもんで、まあ、僕もそんなこと問い詰めへんし、まあそういう人間だなと思って見てますけど。まあ、もっとなんか普通に悪さをするんならいいけど、全部金関係。まあ、ええねんじゃないですか。まあ、金のことで悪いことやるやつと、ただ人バカみたいに殴るやつと、いや。まあ僕は、まあ、いいんちゃうと思うんですけどね。とりあえずちょっともう警察の人に報告します。でも好きにしようって言ってるやつ、好きにすればいいんやろ。あれで逮捕でも何でもさしろっていうことやろ。お前ら勝手にケツ拭いてたの知らないぞ。まあいいか、もう僕喋ることない。ただほっといてほしいって言ったけど、ありがとうございました。はい、すいません。本人も電話出るか、まあ一回後でまた電話しよう。まあやら、まあそんで終わりか。まあ電話番号知っとるんですか、お母さん今。あまりにも番号知らないから。知らないです。LINE 知っとるの？ LINE 全部消してるんで。あ？ LINE も全部消してるんで。だからもう私らから遠ざかってるっていうことですね。まあ LINE 教えるから、まあ、パクられた時ぐらい。今から刑務所行ってきます。いや、いいです。まあ、親が親だな、ね。お前のことを好きなわけ言ってるやつだな。絶対嫌いです。あ？嫌いです。嫌いだったら、お前、会社の前に電話してくんだろ。嫌ったら自分の意見が否定する。あ？嫌ったら自分の意見が否定する。否定するに決まっとるやろ。お前の言い方なんか分かるわけねえだろ、お前。殺したいダメ、殺したいダメって言われて。ダメに決まっとるよ、お前にやれだろ。で、悪いことされてるんだけど。いや、悪いことじゃなくてさ。最初自分の意思が会社来ても何来てもお前否定されるだろう。いや、自分が最初学校に仕事するって言ったら全部否定されてた。無理でしょ、それ。じゃあお前の性格よう分かっとんじゃねえよ。口だけでお前何もやらへん人間なんか。お前より前の親の方が分かっとんじゃん。銭出したの親だろ、お前。自分の金で学校行くんだろ、お前。それ誰も否定しないよ。君が親に出してもらってお前否定されたって言ったら、そんなの誰やろ。まあ、行ってこいって金ポンポン投げてよくな。自分で仕事して分かるだろ、お前。その金稼ぐのはあんまねえぞ。もう分かるぞ。でももう、俺は俺と関わりたくない。お前ら意味は教えてみえへんですよ。関わらんでええんですよ。メッセージをやるというべきには。
ありがとうございました。はい、すいません。はい、ありがとうございました。本人も帰らしちゃうんで、僕らももう、まあ、連絡取れないというか、まあ、まあまあ本人とも僕らもあんま関わりたくないんで、まあ言い方あれですけど。はい。はいはいはい。まあしっかりちゃんとお金は精算してきちっと、まあ本人も辞めてったんで、まあ、はい、何やっとるか僕はわからんですけど、はい、まあ本人が本人の責任でやっとるやつだで、うん、まあ僕もあんまね、口出さんでもしょうがないし。うん。まあ、頑張るとしか言えへんし。わかりました。はい。ありがとうございました。すいません、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、失礼します。セクションの的が。やんちゃしてたんやな。どれでした？どういうゴールさん？普通にその言ったら口座売買とかあ、そういえば来てるわ、いっぱいなんか来たぞ、クレジットカードいっぱい、そういえばやられたぞ、出てないやつもあるだろ出てない全部は全部知らないけど、時代仕事じゃないんだろ、全部警察に出てると思います。そういうことだ、悪いことやな、自分頭で来るからって思う、これ来たぞ、車に忘れてた、あ、これは違う、これ自分の、違ういっぱいあることだよ、カードこれ自分のそうポイントカードとか、うん、いや、ポイントカードだよ、プリペイドのクレジットとかデビットとかあるよ、いっぱい人の名前で、いや自分の名前で、ね、なんか口座売買って人の口座じゃないって自分の口座売買したのか、いや口座売ってない人です、人の名前、自分の名前じゃないかな、自分の名前まあでももう生産してんだったらほんまにこれから悪なことして捕まらんようにだけうまく生きるっていうかな、お前の後ろに待ってろ頼むわ、もう、うん、今やりてぇな、遊び方が最近はちょっと落ちてきてます、はい、すべえやお疲れです、すべえ、俺ちょっと黙っとったやんちゃうまあまあいいよ、まあ入るやるよ、俺僕はここまで言ってましたね、いや、ここまでじゃん、いや、社長がいい、でも、上に言い過ぎっすね、あ、まあ、みんな分かってくれるんじゃないよ、あ、そこまではないよ、あ、そこまではないっす、いや、いつもやっちゃうことやっちゃうことだからマックスだぞ、あいつは、興味ないし興味ないっすね、ほんとに、まあでも特にトビーやってるやつは本当に多いな、そういうやついっぱい来るな、あっ、で、あ、基準でちょっと決めたことあるんだよな、はい、伝えました、身元保証人2人用意できないやつは身元保証人2人、はい、はい、でそのうちもどっちもこっちは電話していいかって言って、それでちょっとでも嫌がるんやったら怪しいことあるからもうダメ、どっちに電話するかわからんし、両方とも電話するかわからんし、はい、だからこれから求人来る子はあの電話取るね、まあ相当電話かってくるみたいな、週に1本か2本前かかってくるみたいなので、はい、今までは緊急連絡先として聞いてたんですけど連絡はしてなかったんで一切、そうそう、まあ、ひでえと思うだからしかもそれはなかなかの確率で当たるで怖いよな、はい、以上になりますまあ活躍しろ俺もちょっと黙っとったやねんか、まあ喋るとだから電話かっていいだろう、動かざるをええんっていうのもあるじゃん、どうしようもお願いしますって言われたから、はい、まあ、そうそう、で親の動画使えなかったらそれ説明しようかなかんじゃん、お客さんが見たらいいな、伸びてもいい、
伸びるだけが仕事じゃねえだろ、さっきの人どういう会社だと思われたの、マジで。はい、はい、以上になります。はい、ゼロの人間は決して腹落ちがいいんでちゃんとしたやつだけが残れる、もうほんと職人世界はそんな甘い世界じゃないからね。はい、以上になります。本日の塗り替え劇場はどうでしょうか実はだからね、主張がさやらせろ、キャスト雇ってるんちゃうかってコメント来てましたよ。はい、レベルだよ、これ動画にして俺あいつも嫌がるかなと思ったら大丈夫ですっていうもんな。はい、まあ、まあ本人からしたら悪いことは今勲章なんだって、あいつにとって。まあそんだけしか、じゃあ、まあ、それだったらちゃんとしようやぐらいのことだったらって言ったら、いやもう他にも言われますよ、まあ、この人どうすよとか言って、かっこいいと思われてるんです。なんか勲章みたいな話してるもんな。そうっすね、まあまあその意味は18区だからせーの、お疲れ様でーす。はい。